お疲れ様です。お疲れ様です。今回の動画では、太平洋戦争開戦時の内閣総理大臣であり、終戦後には A 級戦犯として処刑をされた東条英機の解説をしていく。日本史の文脈では批判されることが非常に多い人だな。太平洋戦争の開戦を決断した内閣の首相だからね。さらには、満州事変から日中戦争へと日本を戦争に主導し続けた陸軍出身の首相であることも批判の背景として大きいところだ。しかし、東条英機は日本史の表舞台に首相として登場し、もう少し詳しい書籍とかだと近衛文麿内閣の陸軍大臣として名前が出始めるが、それ以前の東条英機の経歴は意外と知られていない。確かに知らないな。批判が多くて東条英機の能力の実態とかは聞いたことがない。東条英機の経歴は結構波乱万丈でね、頭角を現して出世街道を歩く時期もあれば、左遷の浮き目に遭うこともあった。陸軍内での出世に絶大な影響を誇った陸軍大学校に、二浪してやっと合格したり、自身のお嫁さんと姑とのいさかいをどうやって解決するか真剣に悩んでいた時期もある。日米交渉の修羅場をくぐり抜けたあの東条英機が嫁姑問題で悩んでたの。嫁姑問題で悩んで最終的には、両親との別居を決断する時期は、東条英機が首相に就任するずっと前だけどね。別居を選択して奥さんを守るあたりは東条英機のイメージとギャップがあるな。東条英機は嫁姑問題に相当頭を痛めたらしく、後に自分の部下たちに対し、家庭で何か悩みがあったら自分に相談に来るようにと訓示もしているくらいなんだ。異常者じゃないか。ただし、東条英機は温厚な上司だったかというと、部下の手抜きに対しては怒鳴りつけて叱責をし、容赦をしなかったとの逸話もある。以上の通り、逸話の多い人だから、真偽不明なエピソードもあり、正確性を保証できるわけではないが、その点も踏まえながら解説をしていく。東条英機は、明治17年に東京で生まれた。東条英機の父親は、名前を東条英則と言い、陸軍の軍人だった。親子で軍人だったのか。しかも、父親の東条英則は、陸軍内でも将来を嘱望された参謀将校だった。戦前の帝国陸軍では、参謀将校を養成する陸軍大学校が出世の登竜門だったが、父親の東条英則は、この陸大の一期生にして、首席での卒業生だったんだ。かなり出世したの。陸大の首席卒業として将来を嘱望された割には、冷遇されたとの評価もある。すなわち、東条英則は陸大卒業後、大本営参謀等のエリート職にも就いたが、日露戦争に歩兵旅団長として出征後、予備役入りまでわずか数日だけを残して中将に進級し、陸軍を引退したんだ。この中将進級は、引退する数日前に進級が認められたので、陸軍による東条英則への恩情的な措置だったと考えられている。将来を嘱望されてたのになんで冷遇されたの？いろいろと説がある。東条英則の出身が薩長とは対立をした盛岡藩だったからとか、日露戦争時の実戦式でミスを犯したとか、当時の陸軍のドンである山形有朋に直言して嫌われたとか、物をはっきり言うタイプだったか。少なくとも、クラウゼヴィッツの戦争論を理解した数少ない参謀将校として、相応の自負はあったと思われる。陸軍内で冷遇された東条英則は、当時陸軍を牛耳っていた長州閥に憎悪を募らせるんだけど、息子の東条英機もこの父親の意志を継いで長州閥の排撃には熱心な将校となる。後に父親が首席卒業した陸軍大学校の教官に就任した東条英機は、陸大の面接試験で長州出身の将校を意図的に落とすよう圧迫面接をして、長州出身の合格者を出さないようにしたらしい。なかなかの報復だな。ところでさ、何？さっきから陸軍大学校っていう組織が出てきてるけど、どんな機関なの？陸軍大学校は、帝国陸軍のエリート参謀を養成するための言うなれば幹部教育課程の学校だ。詳しくは動画の概要欄にリンクがあるからその解説を見てほしい。話が父親の方にそれたが、幼少期の東条英機は学習院初等科に入学後、普通中学を経て、陸軍幼年学校に入学する。学習院にいたの？うん、めっちゃ喧嘩が強かったらしい。学習院で喧嘩対象とは、陸軍幼年学校に入学後も、
喧嘩は強いが成績はいまいちという状況が続くが、やがて、幼年学校より上級課程である陸軍士官学校に入学すると、東条英機の成績は俄然伸び始める。勉強に集中するようになったのかな。陸軍士官学校での生徒に課せられたスケジュールは非常に過密で、集中して勉強できるのは夕飯後の自習時間か日曜くらいしかなかったらしい。勉強時間はみんな平等だから、急に集中し始めて成績が伸びる環境とは言い難いんだけど、東条英機はこの時期に、とにかく努力して講義の理解に努め、それを反復演習することでいい成績を収めるようになっていったらしい。王道的な勉強方法だな。後に陸軍の幹部に栄進した東条英機は、希望を求められると、座右の銘として努力すなわち権威と書いたらしいが、陸士の時代にそのコツを掴んだのかもしれない。日露戦争がまだ継続していたため、東条英機は陸軍士官学校を卒業すると、満州の歩兵連隊に配属された。しかし、満州ではすでに日露の私有を決する方展開戦が終わっており、東条英機は特段の戦闘を経験することなく、日本に帰任する。事実上日露戦争には参加しなかったわけだな。この後、帝国陸軍の将校団内では戦術思想等をめぐって世代間の隔絶も起きてくるんだけど、日露戦争に参加した世代と参加できなかった世代とで、戦術思想等の違いが顕著に出てくるケースもあったらしい。その意味で東条英機は日露戦争の戦後派なわけだ。青年将校として歩み始めた東条英機の次の課題は、陸軍大学校の受験だった。ああ、浪人したんだよね。もう冒頭で言っちゃったんだけど、そうなんだ。東条英機本人は父親が長州閥から冷遇されている状況を見ていたので、立身出世の牙城である陸大受験の挑戦に消極的だった可能性もある。しかし、陸軍内における陸大卒業という学歴の意欲を熟知している父親の東条英則は、息子に陸大受験を熱心に進めた結果、息子である東条英機は受験を決意するわけだ。そして浪人生の苦労を味わうわけか。何度も言うな。ちなみにだが、当時の陸軍大学校は合格率1割の難関で、数年を費やし何度も受験して合格をつかみ取る青年将校も数多くいたんだ。ポツダム宣言受諾時の陸軍大臣で、映画にもなった陸軍大将の穴見コレチカも浪人の末陸大に合格している。すいませんでした。東条英機は、初回の陸大受験では、受験に消極的だったこともあってか筆記試験で落第となるが、不合格という結果で投資に火がついたか、猛勉強を開始することになる。この辺は東条英機らしい勉強方法だが、受験科目ごとに割り当てるべき勉強時間を年単位であらかじめ算出し、それを日割り換算して、細かいマス目のある紙に克明に勉強計画を書き込み、綿密な勉強計画を立案の上、当該計画を着実に遂行していったらしい。今で言うとエクセルで勉強計画を管理する感じだな。また、陸大受験の経験者である先輩の将校たちに勉強会を開いてもらったり、父親である東条英則を模擬試験官にして面接試験の訓練を重ねるなど、陸大合格に向けて着実に努力を積み重ねていった。そして、東条英機は陸大に合格し、エリート参謀将校としての道を歩み始めることになる。出世街道が見えてきたな。大正4年、東条英機は陸大を11番の席次で卒業する。陸大卒業生のうち、優等席次での青年将校には、天皇から軍刀が贈られるので、これらの優等組を俗に軍刀組と称したんだが、東条英機は軍刀組には入れなかった。しかし、海外留学の特典が与えられる順位には入ったので、東条英機はドイツに留学することになる。陸大卒業後すぐに留学したの。いや、この絵歩兵第3連隊の中隊長に着任後、陸軍省副官職を経てからだ。副官って何？すごくざっくり言うと、軍隊における秘書官だ。この陸軍省副官時代、東条英機は有名な逸話を残している。陸軍省副官は陸軍大臣のいわゆる秘書官だから、事務的な業務が非常に多い。この事務作業に必要な法令等をまとめた分厚い正規類従という規則集があるんだけど、副官といっても軍人だから、この規則を細かく覚えようとしないのが普通だったところ、東条英機はこの正規類従を暗記して運用する離れ技を見せ、
周囲を驚かせたんだ。事務官僚としては模範的とも言えるな。そう、この事務官僚としては優秀というのが東条英機を語る上で重要なテーマとなる。そして大正9年、東条英機はドイツ駐在を命じられる。この時、東条英機と一緒に欧州に向かい、行動を共にしたのが山下智幸だ。マレーの虎だな。そうだね。太平洋戦争ではマレーとシンガポールの迅速な攻略でマレーの虎という異名を取った。さらに言うと、この山下智幸は後に陸軍内の一大派閥である行動派に属することになり、統制派に属した東条英機とは深く対立することになる。軍内の派閥構想では敵同士になったのか。ドイツ駐在時代はまだ派閥構想は始まってないので、まだ両者の間に確執はなかったらしいけどね。ドイツ駐在中、東条英機は重要な密約に参加を果たしている。密約、南ドイツの保養地で交わされた、徴収罰の排除や総力戦体制の整備を訳した、長田鉄山、小畑敏四郎、岡村康次及び東条英機らによるバーデンバーデンの密約だ。みんな軍人なの。全員陸軍の中堅どころの軍人だ。特に、長田鉄山は、長田の前に長田なし、長田の後に長田なしと称されたほどの英才で、後に陸軍省軍務局長という要職に上り詰めるが、統制派と行動派の派閥構想が原因で、白昼に陸軍省で惨殺されるんだ。それとてつもない事件だな。さっき山下智幸のところで統制派と行動派の派閥構想の話をしたけど、この長田鉄山は統制派で、長田鉄山とバーデンバーデンの密約を交わした小畑敏四郎は行動派に属することになり、この二人も後に激しく争うことになる。もうね、ややこしいわ陸軍の派閥関係。実際に複雑で、戦前の外務省が満蒙問題を調査するため満州の関東軍に外交官を派遣して、軍内の力関係も調査しようとしたんだけど、派閥関係が複雑すぎて調査が難航するレベルだったらしいんだよね。話を戻すが、東条英機は欧州から帰国後、大正11年に陸軍大学校の教官に就任する。母校に教官として戻ってきたか。この教官時代、東条英機は、批判的なエピソードと好意的なエピソードの2種類を残している。マイナスの方から聞こうか。東条英機は陸大で欧州戦士を抗議し、第一次世界大戦における独仏が激突した西部戦線を解説していた。その際、東条英機はずっとドイツ語を専攻し、ドイツにも駐在してドイツ贔屓だったのかもしれないが、戦士を抗議する際にはドイツ側の資料にもっぱら立脚しており、中立的な抗議ではなかったという指摘がされているんだ。ある学生なんかは、東条英機の抗議中にフランス軍の将軍が書いた本をあえて読み上げたところ、東条英機は機嫌を損ねたらしい。私はその学生の勇気を称賛したい。プラスのエピソードは、学生の面倒見は非常に良かったらしいんだ。東条英機の当時の階級で勝つ子供もいる状況だと、決して裕福ではないんだけど、自宅を訪ねてくる学生に対して東条英機は懇切丁寧に質問に答え、家庭料理を振る舞っていたんだそうな。この面倒見の良さも、東条英機を語る上で重要なテーマになる。昭和3年、東条英機は陸軍省整備局動員課長に就任する。何をする部署なのか全くわからんのだが、陸軍省整備局は、国家総動員体制の準備を目的とする機関だ。さっきバーデンバーデンの密約の話で、総動員体制の話が出てきたんだけど、東条英機ら陸軍の中堅どころは、これからの戦争は軍部だけが戦争をするのではなく、国民全体が国家資源を総動員して戦争をする総力戦であり、そのための総動員体制を整備しなければならないという認識だったんだ。日本における国家総動員体制の整備を研究、遂行するのが陸軍省整備局だ。東条英機はそこで軍事官僚として業務を遂行した後、昭和4年、陸軍第一師団の第一連隊長に就任する。この連隊長時代、東条英機は人情派の隊長として記憶されることになる。面倒見の良さが出たか。特に、下級の兵士に対する思いやりがあったそうだ。徴兵で軍隊に取られてくる兵士らの家庭環境を把握し、軍隊生活における上官の鉄拳制裁を戒め、兵舎の風呂や食事の改善を都度指示していたという。持っていたイメージとギャップがあるわ。さらに、
東条秀樹は2年の徴兵期間を終えて兵役を終える兵士のために、再就職の斡旋活動も行った。まさに人情派の隊長だな。部下の将校からすれば、兵士の食事などの細かい事項に指示を飛ばしてくる東条秀樹に戸惑う空気もあったらしいが、下級の兵士らからは人情あふれる隊長として慕われたそうな。以上が東条秀樹の前半生の解説だ。ここからは東条秀樹が陸軍内の派閥抗争に本格的に巻き込まれ、栄転と左遷の両方を繰り返しながら、日本の歴史の表舞台に登場することになる。ここまで見てくれた人、ありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。